おはようございます今日は8月7日でございます朝6時の相場解説をしながらあ8日から明日からの動きはどうなっていくのかなってことを占っていこうかと思いますまあ今日ねこうやって相場解説しますけども明日も同じようにすると思うんですよで今日と明日で考えが変わらないところっていうのはまあそのまんま1週間の思考として採用してもいいかなと思いますけども一晩経ってね違う見方が見えてくるとこでもあります同じチャートで動いてないものを見ても うん、そういったところはね、なんで違う視点になったのかをこう掘り下げていくことによって、えー、第2案、第3案につなげていこうかなというところですよね、えー。それではですね、まずは月足から見ていこうかと思います。ロウソク足1本が1ヶ月です。まあこうしてみますと、数年前のことですけども、ここ、ね、すごいですよね。77円みたいな、そんな時もあったわけですよ。それからぐーっと値を上げて、 おそらく安倍政権下ですけども123円の550とかに上がってきてそれからトランプ政権が来て下がると、えー、105円とかまで来ましたよね100円を割るんじゃないかなっていうふうなアナリストもいましたけども割らずにバイデン政権になってグイグイと上げてきたっていうのがこの突き足で見るところの現状ですねでそしてですねえっ、ー、と最近なんですけどもここえっ、ー、と 今月はまだ未確定なんで、この下髭を出した赤い陽線が見て取れますが、その前の月っていうのは、上昇が止まる陰線を示唆してますよね。上髭を出して陰線で実体が下の方に埋もれていて、もう一個前の陽線と天井が揃ってるわけですよ。これってのは、下落に転ずることを暗示してるんですよね。少なくとも上昇への動きが止まったよってことですよ。そういうふうに分析してみてください。よろしいでしょうか。はい、じゃあ次行きましょう。 次はウウィィーーーー。ーククリリでです。す。一本のローソ菓子が1週間ですここでまず注目するのは作られつつあるこの確定直前の陽線です下火を出してますから下への勢いが止まってますねこれを私がずっと言いたかったんですよというのがここでサンバガラスが下ヒなしに生まれるとなると下落の勢いっていうのは強くなります加えて高根県でヘッドショルダーが出る可能性があったわけなんですよねヘッドショルダーが 下がっああ戻り売りが入りましてさらに下がるみたいなねネックラインつけてヘッドアンショルダーちなみにヘッドアンショルダーってのはヘッドからネックラインまでの同じ距離を下がりますんでちょうどこの辺までねこう買いが始まったきっかけのところまで戻ってくるなっていうのが見て取れるでしょでも今回は下への勢いが止まったことを暗示している下髭が出ていてしかもこれ陽線ですつまりここから 再び倍に行くんではなかろうかというふうな8月の方針が見えるわけですね。いいですかこことは事情が変わりますよ。ここの話はもうしませんけどもね。もう散々パラッここしたんで。はい。次は、デイリーですね。一本が一日でございます。ここで注目するべきは、ここの点とここの点です。まあ、きに、こちらとこちらに反応して、この赤いヒゲ。 この2本の黒い線で囲ったところにあるど真ん中のこの赤い線ねこれが特徴的ですねそれからというもの,の上昇トレンドを作っています、はい、じゃあ4時間の方を見ていきましょう4時間を見るとあマチレンジっていうのがありましたよねこっからもうね懐かしいですねグーッと下がっていってセルに転換した後そこを打って今は上昇トレンドが始まってるってことですよ 上昇トレンドの中でも一瞬ここの中に収まるかなと思った時期がありましたけども材料がね勢いをつけてこちらのフェーズに持ってきてくれたわけでしょということは私が以前作った123っていうフェーズがここで生きてくるわけですよ。しかもこれが何で生きるかというと随分前に作ったこの3つのね赤いプライスがいまだに使えるってことですよね。だから正確なプライスで ラインを引くと、それがね、いつまで経っても、相場を読むヒントになります。逆にこれが間違っていると、いつまで経っても間違った、あテクニカルしか見えてこないってことになります。こう、だからこの3本の線が引けたことはでかいですよ、やっぱり。私のね、倍からセールの転換ができたのも、一てみればこの赤い線が指標になっていたからですからね。じゃあこれから何を見ていくかというと、単純です。一つはですね、 そこを打った、このチャートの動きが、今ここで三角形を作ったわけですよ。で、この三角形がここまで大きくなるかどうかっていうところが。八月か、八月八日から始まる週で、見て取れるところなんですよね。今のところは、思ったようになってますんで、おそらく、このまま上昇トレンドが続いていって。百三十五円から百三十六円、百三十六円から百三十七円に伸びていくんだろうなっていうふうに見えます。じゃあ、一時間の方を見ていきましょう。 一時間を見ていると、先ほどもお話し,しましたけども、まずね、この時間軸で見ると、こういう三角形はもう実現したわけじゃないですか。元通りに戻ったところ。そこから、材料の力とはいえ、新しいフェーズに入りましたんで、今度はね、えっ、ー、と、134の554から1 3円の556の間で推移することを見守りつつ、あの、レンジ作戦とトレンドの組み合わせですから、まあ、こういった、 トレンドも同時に見ていってだからこういうふうに突き抜けていくことを考えていく検証していくのが8月8日から始まる週でありそれに合わせてエントリーをしていこうなっていう流れですねはいじゃあ以上ですねちょっと長く話しましたかね今回も6分ぐらいでしょう、うんはいじゃあ今日8月7日日曜日はこういうふうに考察しますまた明日の朝も同じような ことを言うと思いますけども一部変わってると思いますその変わってるところはなんで変わったのかってことを明日はお話しして、えー、オリガルヒの皆さんにお届けしますお楽しみに